ビックリハウスあるいはマジックハウスは遊園地のアトラクションである。講義では錯覚を利用した不思議な仕掛けの室内体験型アトラクションの総称。競技では部屋の内壁が回転することによる錯覚を楽しむ小部屋型アトラクションを指す。アラスカユーコン太平洋博覧会に展示されたホーンテッドスイング突面鏡や大面鏡による視覚の変化を楽しむものや、 傾いた床や家具による平行感覚の狂いを楽しむものなど施設によって仕掛けが異なる。日本では回転部屋のみをビックリハウスあるいはマジックハウスと称することが多く、回転部屋がないビックリハウスは別の名称が付けられる場合もある。西洋では回転部屋の正式名称はホームテッドスイング、通称バブハウスであったが、1990年代以降は、 マッドハウスの名で普及している。客が家の中に入り、部屋の真ん中にある椅子に座ると、椅子が揺れると同時に、部屋の床や壁や天井が縦に回転する。床と天井が上下逆さまになるため、無重力感や錯覚、混乱を起こす。何回か回転すると終了する。実際の椅子の揺れは小さいが、登場後にめまいや吐き気が生じるものもある。 1890年代初頭にイリュージョン・アプラタスとしてアマリア・レークによって発明されアトランティック・シティボードを多くに最初に設置された。また、1894年のカリフォルニア・ミッド・ウィンター国際博覧会にもホーンテッド・スイングの名で展示された。戦後の日本でも多くの遊園地やお祭り会場、海水浴場などに設置され、小学生未満の児童も楽しめる定番の アトラクションとして人気を博した。その後は老朽化や人気低迷などを理由に撤去した施設が多く、新設されることは稀である。浅草花屋敷に現存する最古のアトラクションである。1949年に設置。ただし、外観は真相のため当時の面影はない。かつての日本の主要製造メーカーは東洋娯楽器株式会社であった。 1990年代以降の海外製は、オランダの老舗メーカーベコーマが主流である。浅草花屋敷を運営する、株式会社花屋敷がカタカナ表記のビックリハウスの商標を保有している。アマリアレイクが保有していた特許は消滅している。また、宇宙空間を模したビックリハウスの実用新案は、東洋語ラック機株式会社が1979年に、 出願して1981年に認可されている。相続者は不明音楽日本のマットハウスマット。ハウスではない日本のびっくりハウス海外のマットハウス。ありがとうございます。